ベンシュセル中島の位置、ベンシュセル中島、ベンシュセル中島、または、北、ユトランド島は、デンマーク本土の北端に位置する島。ユトランド半島の北方に位置し、リムフィオルドで隔てられている。半島とは、複数の橋で結ばれており、オール号では、海底トンネルも設置されている。面積4685平方キロメートルで、グリーンランドとその続投を除いた、 デンマークの島のうち、シェラン島に次いで2番目に大きい。人口30万6373人。ベンシュセル中島は、かつては、島の西端にある、長さ13キロメートル、幅1キロメートルの阿賀地橋で、ユトランド半島とつながっていた。1825年2月3日に起きた嵐で地橋の北端が切断され、北海とリムフィオルドの間に、 アガ水道ができた。この水道は1877年までに砂が堆積して完全に埋まってしまった。1862年に起きた嵐でアガ水道から1 0トル南の地点も切断され、現在のチュボレン水道になった。ベンシュセル中島は一つの地域としてみなされることが滅多になく、普通は以下の三つの地域に分ける。ありがとうございます。